日本鹿児島県鹿児島市東桜島町、東桜島町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧大隅国大隅郡桜島五湯の村、北大隅郡東桜島村、大あざ湯の。郵便番号は891-1543。人口は394人。世帯数は241世帯。桜島の南部に位置する。 1914年の桜島の大正大噴火から1950年に東桜島村が鹿児島市へ編入されるまで東桜島村役場が置かれていた。桜島の南部に位置する。町域の北方から西方にかけては、餅ち町、東方には、ふるさと町がそれぞれ隣接しており、南方には鹿児島湾に面している。町域の南部を国道二十四号が、 東西に通っている。町域の西部には、東桜島合同庁舎、鹿児島市立東桜島中学校、鹿児島市立東桜島小学校などがある。桜島の大正大噴火が発生した1914年から1950年に、東桜島村が、鹿児島市に編入されるまでは、東桜島村役場が所在しており、東桜島村の中心となっていた。 東桜島町の一部は国立公園である霧島近郊湾国立公園の区域に指定されており、特別区域特別保護地区、第一種特別地域、第三種特別地域から構成される。東桜島町という町名は1950年に東桜島村が鹿児島市に編入される際に東桜島村の中心であったことから名付けられた。 東桜島町は、東桜島村が、鹿児島市に編入される1950年以前はゆこれという地名であった。ゆこれという地名は、江戸時代より見え、大隅国大隅郡桜島里のうちであった。村高は、天保郷町では64国余り、郡村高辻町では64国余り、三州五地西洋欄では82国余り、 急行給料取調べ庁では98国余りであった。三州五地西洋欄によれば、ふるさとは湯の村のうちであり、天明3年頃に、ふるさと村が湯の村から分村したとされている。三国名小税においても、ふるさとは湯の村のうちとすと記載されている。安永8年10月1日に桜島が爆発した。甚大な被害を受け住民は鹿児島。 磯、脇本、茂富などに避難した。大噴火が終わった後も噴火口に近いため、湯の村の住民の帰祷が遅れたという。1887年4月2日には、鹿児島県下文軍の県により、大隅軍が南北に分割され、湯の村は北大隅軍の所属となった。1889年4月1日に、町村制が施行されたのに伴い桜島の東。 半分の区域にあたる湯の村、野尻村、ふるさと村、有村、黒上村、高面村、瀬戸村、脇村の区域より、北大隅郡東桜島村が成立した。それまでの湯の村は、東桜島村の大技、湯の、となった。1897年4月1日には、鹿児島県下国海並軍会変更及び軍、廃置法律によって、 北大隅郡が鹿児島郡に統合され、東桜島村は鹿児島郡のうちとなった。1892年に、現在の鹿児島市立東桜島小学校の前身となる芝立人上小学校が設置された。芝立人上小学校は1919 19年4月に東桜島人上小学校に改唱、1921年には、 中央人上小学校を統合し、現在地に移転した。1914年1月12日に桜島の爆発が発生し、噴煙は高さ約1万メートルに及んだ。爆発当時の湯これの人口は1963人、個数は259個であった。噴火の前には、地震が多発していたことから湯これの青年会は、東桜島村役場に、 震源地を問い合わせ、村長は、速攻署に問い合わせたが、速攻署は、桜島に異常はないと回答した。しかし、集落民は避難の準備を始め、大隅半島への避難を開始したが、ユノは、当時の東桜島村長の地元であったことから、避難するに及ばずの広報を信じた一部の住民は、最後に避難することとした。 最後に避難することとした住民が湯の海岸に残されている間に噴火が発生し、一部のものは 1.8km 沖合の沖小島に泳いで避難を開始したが、11名が溺死した。海岸に残された30数名が、空丸、年先花では30名が、大人丸に救助された。湯これなどの桜島南部の被害は、桜島の他の集落に比べて比較的軽度であり、 一寸から二寸程度の火山灰が降り積もった。二月にはそれまで大技有村にあった東桜島村役場が埋没し大技黒神にあった宮原小学校の裁放室を掘り出してゆこれに移設の上村役場として事務を開始した。また三月二十四日には芝立尋常小学校が再開した。大正大噴火から十年後の1924年1月に 現在の鹿児島市立東桜島小学校の敷地に桜島爆発記念碑が東桜島村によって設置された。東桜島省に設置されている桜島爆発記念碑は、速攻署の回答を信用して避難しないように、村長が指示した結果多数の遭難者を出したことを、悔教訓として建てられ、科学不信の日としても知られる。1950年10月1日には、 東桜島村が鹿児島軍石木村と共に鹿児島市に編入された。同年10月18日に鹿児島県広報に掲載された鹿児島県の国示である鹿児島市の一部大字の変更により、東桜島村が鹿児島市に編入された10月1日に大字湯これの区域より新たに鹿児島市の町、東桜島町が設置された。 東桜島村役場は、鹿児島市役所の東桜島支所となった。1963年2月12日には、大根畑に巨大な噴石が落下し、半径3メートル、深さ1メートルの大穴ができた。また、同年11月6日には、南岳から噴出した噴石が多量に落下し、東桜島町では、山火事が発生した。1964年に、 鹿児島市によって東桜島保育園が開設された。1965年10月13日には東桜島町宮本から出荷し28世帯が消失した。1999年12月28日にこういう水面埋め立て地の区域を東桜島町に編入した。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年。 以降の人口の推移である。鹿児島市立東桜島中学校鹿児島市立東桜島小学校市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。長域を東西に通る国道224号。ありがとうございます。